Senran Kagura Shinobi Versus 少女たちの証明始めましょうか。光あるところに影があり、影あるところに光がある。二つは表裏一体をなし、片方のみの存在はありえない。さりとて二つが相入れることもまた不可能なり、その因果な均衡は終わることのない衝突の輪廻によって成り立っている。先に思いを乗せ交差する戦乱の舞、時に勝利し時に敗北し、白と黒の美しき陰影を描く忍びの世界とは死の美である。それは忍び学校でも同じだ。現代の忍びは忍び学校という養成機関によって育成されている。忍び学校は日本国内に数校あると言われているが、その正確な数は定かではない。学園祭、忍び学校に代々伝わる決戦である。学校の存亡をかけ忍び学生が戦う祭りが平成の世によみがえろうとしていた。学園祭というかつてない規模の戦いに多くの忍び学生が巻き込まれていく。彼女たちは戦いの果てに何を得て何を失うのか。これより始まる物語は忍び学校で日々鍛錬を重ねる戦いの奇跡。そう、それは彼女たちの生きている証である。